のお店の紹介だけお願いします。あ、じゃあどうも。じゃあクロスロード神山田と言いまして、はい、あの障害を持った方の、うん、日中のあの就労の場っていうことで、その一環としてあのお米を作ったりですとか、はい、あとここにある野菜、じゃがいもとか、あと今日ネギとか大根、はい、も持ってきたんですけど、売れちゃってそれしかないんです。あ、もう売れちゃったんですね。なかなか繁盛してますね。ええ、あとあんずを加工してジャムにしたりですとか、あとこう紫米っていう白米と一緒にこう混ぜて、こんな感じになるお米なんですけど、なるほど、健康にされているんですけど、こういったものを、作ってます。あ、今後どんな風にやっていこうと思ってるんでしょうかね。そうですね、まず地元の方に、まあ、こういったあの活動をしてるっていうのを知ってもらいたいっていうのがまず一番にありますね。なかなか、こういった施設ってあまり地元の方でもあの知らない方多いので、どんなことをしているのかとか。使えなかったお名前お願いします。あ、クロスロード神山田の豊田と申します。豊田さん、ぜひ今後も頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあちょっとお店の名前と何が売ってるか教えてください。弥生農園でやっぱり一般的な野菜、今は野沢菜、大根、それとあの柿とかね、野菜、あと、玉ねぎとかもありますけども。玉ねぎも、はい、あ、ここにありますね。はい、そして、他にはどんなあの野菜を作ってるんですか、1年通して。1年を通してはもう一般的にはあのその時その時のあのいろいろな野菜、私たちはあまり消毒しない安心安全な野菜 を作ろうと思って、あのやってます。差し替えなかったらお名前教えてください。弥生農園の小玉です。小玉さん、はい、今後どんな風にこうやっていこうと思ってるんでしょうか。だから今のやっぱし継続して、あのうちはあの鳥を飼っているので、鳥の鶏糞を使って循環型の野菜っていうことでやってます。はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、失礼します。すいません、ご苦労様です。今日はインドのパラタっていう薄焼きの上にカレーを乗っけて食べるスタイルで提供してます。いっぱい作ってあったんですね。そうです。はい、こんにちは。こんにちは。お名前とお店の名前をお願いします。フレスコラボの白石芽衣です。フレスコラボ。フレスコラボ、はい。このお店は一体何を作ってらっしゃるんでしょうか。今日はあんずと玉ねぎのニンニク醤油のタレの焼き鳥と、はい、あとトルティーヤの皮に野菜をたっぷり入れた、はい、ラップサンドを今日販売していて。ラップサンドっていうんですね。はい、でカレーがあのエリーカレーさんの、ほいほいほい、エリさんが作ってくれているカレーの、作ったばっかりですね。はい、エリさんのカレーの、はい、で、今日がレンコンのキーマ。あ、レンコンありますね。はい、そうです。シャキシャキの食感が。レンコンのピーマン、レンコンのキーマカレー。あ、キーマカレー、はい、美味しそうですね。はい、販売してますので美味しかったです。で、あ、すいません、お名前よかったらもう一度お願いします。あ、私の、あ、白石芽衣です。白石さん、はい、今後どんな風にやっていこうと思ってるんでしょうか。今後も、うん、あのこうやっていろんなイベント出たりとか、はい、あとこれキッチンカーみたいな形で、うん、あのまあ、その場所に行ってお料理を作って出すっていうスタイルですね。はい、スタイルでやっていきたいと思っております。ぜひ今後も頑張っていってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こんにちは、はい、長野インターネット局ですが、はい、お店のお名前とお名前お願いします。神山田温泉のバックイというイタリアンレストラン、はい、イタリアンレストラン、はい、すごいですね。今日はじゃあイタリアンレストランが中心ですか。そうですね、その前にあのイタリアンレストランの前にカレー店をやってましたので、はいはいはい、はい、カレーのルーを使って今日はおにぎりを、カレー、カツカレーおにぎりっていうおにぎりですね。カツカレーおにぎりなんですね。
このお店の特徴はキッチンカーなんですけども、他にはどんな特徴があるんでしょうか。他の特徴ですか。はい、やっぱり神山動線でお店をやっておりますので、はい、なかなかキッチンカーでは出ないんですけども、はいはいはい、まあ、イベントがあった時だけこのおにぎりを、ね、提供して出しています、ね、おにぎりカツカレー。そうですね。どんな味するんでしょうか。昔のあのカレー店のインドカレーのルーを使って、はいはいはい、それだと、まあ、中に、ソースが入った、カツが入ってるっていう感じですね。ぜひ今後も頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。お疲れ様です。はい、すいません、どうもありがとうございます。手作り館の伊藤です。手作り館の伊藤さん。はい。なんかもう売り切れちゃったって聞いたんですけど。焼きそばね、まだね、ここに、はい。多少あるんですけど、はい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 、今日はすごい売れ行きが良くて、はいはいはい、終わっちゃいました。あと3人分です、はい。このお店の特徴は何でしょうか。はい、やっぱりね、愛のこもった焼きそばです。ですよね。はい。他にはどんなものを売ってるんでしょうか、今日は。こっちも、はいはいはい、手作り。普段は手作り館というお店をやっているので、はいはいはい、手芸のものと、それからお友達がこういったものをいっぱい作っております。はい、作家さんでもあるってことですね。そうですね。はい。まあ、手芸を中心にちょっと違うのかな。そうですね。手芸、普段は手芸のお店ですけど、はいはいはい、こういった時のイベントには焼きそばとかお好みとか焼きに来てます。もうやってると。はい。だから手芸の、まあ、腕を生かして、はい、何かこう小物を作ってるってことですね。そうですね、はい、素晴らしいですね、はい、今後はどんな風にやっていこうと思ってるんでしょうか。このまんま細く長くいければいいなと思っております。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。このありがとうございました。はい、こんにちは、長野イタリアトフと申します。あ、こんにちは。これは何というお店なんでしょうか。何を販売されてるんでしょうか。森で杏の里を守りたいと思って、はい、杏製品が一番なんですけども、はい、そこへドライフルーツとかそういうものをやってる工房アプリコです。工房アプリコ、はい、さんですね。はい、ちょっと製品ちょっと紹介してもらえますか。はい、こちらがシロップ漬けですね。シロップ漬け、はい、はい、これは杏ジャムなんですけども、はい、それも品種にこだわって、なるほど、一番アンズジャムに適しているのが平和丸という、なるほど、酸味と甘みがね、一番バランスがいい、ね、それよりもちょっと甘い方がいいなっていう方には信州近江、品種でね作ってますので、はい、アンズ一つとってもいろんな種類とかありますよ。調理方法があるんですね。はい、生食で食べるのはハーコットとかね、ニコニコットとかそういうものとかね。今後どんな風にやっていこうと思ってるんでしょうか。ね、とにかく後継者問題ですよね。高齢化がもう畑もとにかく残していただかなければ杏の里って言えなくなっちゃうのでね、はいはいはい、それが一番 の、 私たち今高齢者でやってますので、なるほど、それが一番の願いです。ぜひ後継者作りに、はい、そして杏作りということ で、 そうです、ね、頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。稲荷山で、33年営業してます、はい、シルキーと申します。シルキー、はい、シルキーさんは何を作ってるんでしょうか。ね、鉄板がありましてね、はいはい、店の真ん中にそれでお好み焼きとか焼きそばとか鉄板の料理なんですけれども、みんな鉄板なんですね。そうです。その鉄板でね、この骨付けも作って、はい、お味噌もね、自分で作ってやってます。お味噌は化学調味料を一切入れない煮干しの粉をね、入れて、それでここに入ってます。で、骨付けって普通ご飯でやるけど、もち米炊いてやってありますのでね、すごくもちもちしてね、腹もちもいいしね、ご飯の代わりになっちゃう。もうご飯そのものですね。そうですね、はい、ありがとうございます。今後どんな風にやっていこうと思ってるんですか。ね、今後こう店から飛び出してこういうイベントに、ね、出てみたりするんですけども、年してきたからね、困っちゃう。お店も開いてるんですね。お店もね、今日は休業にしてきました。なるほど、ぜひ今後も頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。
クロスロードの藤川と申します。藤川さん、はい、どんなものを今日は販売されているんでしょうか。今日は、施設で作っている手作りのクッキーとこちら織物になります。あ、何かこう織ってるんですね、これ。はい、すごい。サオリオリの織り機を使って。もしかしてこれはマフラーですね。はい、これはマフラーになります。なるほど。これは何でしょうか。これはストラップになります。あ、ストラップね。はい、ストラップです。なかなか手が込んでますね。はい、そして美味しいものはどんなものがちょっと紹介いただけますか。あ、はい、ちくま市さん の, あのこだわりの卵で作っている手作りの焼き菓子になってます。はい、甘いんですね。はい、チョコチップとかコンフレークとか、あんず、そば、そば。これ食いしん坊であのプレーンな味で、これななみちゃんでちょっと辛いピリッとしたものになっています。でこっちがごまでチーズアルベになります。はい、今後どんな風にこうお店をしておこうと思ってるんでしょうか。今後のお店の展望、そうですね、今あの店頭販売をしていないのでイベントでの販売が中心なんですけれども、あのコロナ禍もようやく落ち着いてきて販売家も増えてきたので、ちょっといろんなところに出店を増やしていきたいなとは思っています。ぜひ向かって頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、どうも。ありがとうございます。お店のお名前と、はい、どんなものを販売されているのか、はい、教えてください。ことぶき高原食品と申します。当社では、まあ、地元で採れた、まあ、リンゴだとか、はい、あんずを使った、まあ、ジャムを作っています。ジャム屋さんですね。そうですね、まあ、ジャムだけではなくて、まあ、ジュースも作って販売してます。ほいほいほい。絞りっぱなしです、ね、ぱなしってやつですね。はい、という名前でやってます。そしてこちらはが、まあ、その絞りっぱなしというジュースを使って作った、まあ、ジャムですね。リンゴのジュースとあとリンゴの果肉も混ぜて作ってます。果肉、はい、果肉じゃ絞った後のものなんですかね。リンゴのリンゴそのものの果肉ですねが入ってます。はい、まあ、いろいろ製法があるんですよね。はい、そうですね、はい、そしてこちらは、はい、それは地元で採れた信州近江のアンズジャムと、あとブルーベリーバターですね。バターなんですね。はい、まあ、ブルーベリーのジャムにバターを入れたものとなります。はいはいはい、そしてこちらはこちらはイチゴバターですね。なるほど、はい、これがどんな風に展開していこうと思ってるんでしょうか。はい、そうですね、まあ、できれば地元にあるお店に置いていただいて、はい、まあ、たくさん販売できればと思ってます。あと地域の人にいろいろ知っていただけたらなと思います。なるほど、はい、ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。メダカ村と申します。メダカ村さん、はい、いつもね、イベントでね、はい、販売してるんです。こう対人でね、はいはい、なぜかというとメダカっていうのは飼い方の説明しないと、はい、ちょっと難しいんですよ。でもそれをマスターしちゃうと誰でも飼える、はいはいはい、みんな飼い方も知らないで飼って、うん、お家へ行ってそのまま水道でジャーッと流して、はい、メダカを入れると塩素が入ってますんで、はいはいはい、それで死んじゃうんですよね。やっぱ塩素がない方がいいんですかね。はい、軽き抜きしてやらないとダメなんですよね。で今冬です。冬に近いから、はい、なかなか夏場だったら外に一日置いとけばもうバケツで軽き抜けんですけど、はい、今やっぱりね死後に近いんですよ。だからそういうことも教えてあげないとなかなかねメダカ買ったけどすぐ死んじゃったよってなっちゃうんだよね。だから正しくメダカ飼うことを教えながら売ってます。これ全部卵から返したんですよ。素晴らしい。いえいえ、メダカ屋さんということで、ええ、対面で。そうです、そうです。こういう千曲市でもイベントを寄せてもらったり、あと中野市、それに主に長野市の瓶ずる市とかケイトラ市に出てこの対人でメダカ売ってます。今日はどちらから来られたんですか。長野市です。あ、長野市で、はい、ぜひ今後とも大事で、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございました。はい。
八代の駅前商店街にある若フィオロゼアです。よろしくお願いします。で、売ってるものはシフォンケーキ、あとマフィン、あんずコッペ、あと今日売れちゃったんですけど、ここは売ってました。おすごい。あとコーヒーですね。なるほど。はい、普段カフェで売ってるようなものをなるべく販売したいなと思って売ってます。どんなことをこの上げてるんでしょうか。どんなことを。そうですね、よろず屋さん自身がやっぱ人と人がつながるカフェなので、そのつながりを大事にしています。なるほど。ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、店の名前は道草でやっております。道草さん。はい、主に販売しているのは、クッキーと、あとはあのレーズンになりますね。フェアトレードのレーズンになります。これをあの量り売りで販売させていただいております。なるほど。はい、今後もやはりもう少しお菓子いろいろ、まあ、自分が作るではいるんですけども、それ以外でもちょっと他から仕入れたりして、量り売りでいろいろ販売していきたいなと思っております。なんかお店は出してるんですか。はまだ出してないんです。これから、はい、ぜひやっていきたいと思っております。はい、上に向かって頑張っていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの一応、あの一応ね、あの猫を、あの野良猫をあの捕まえて去勢避妊、その手術をして、それをまたリリースして、だから地域猫活動っていうんですかね。それ今あのテレビとかラジオでもほら、あの愛護協会であの紹介している、そういうのをやってるんです。そういうことを目指してはいるんですね。それを今やってるんです。ああ、はいはいはい、ここに書いてあるように、はい、まあ、そういうことも含めて、はい、猫の会、どんな会なんでしょうか。まあ、あの猫と一緒にね、あの人間もこう共存していきたいっていう、あの、まあ、同じ命なので、やはりあの一緒に生きていけたらいいなってことを私たちは願って、あのしています。まあ、だからあのみんなほら、あの目をかけてね、不妙の、あのこととかいろいろあるんですけど、やっぱりそういうことも考えながら、みんな地域であの命をこう大切にしていけたらいいなと、ね、思っています。ぜひ目に向かって頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、すみません、最後の顔、小林と申します。小林さん、はい、どうも頑張ってください。ありがとうございます。